そうか。ここいいかな。いや、向こうの彼らとはちょっといろいろとあって、彼らに眠る姿を見せるのは気が進まない。だからできればここで寝かせてほしい。返事がないのは OK ってことでいいか。それじゃあ失礼。はあ、君は何も言ってこないんだな。てっきり彼らとの関係を尋ねられると思ったんだけど。いや、いいんだ。僕としてもその方が気が楽だ。最近はなんだかんだと聞かれたり尋問されたりすることが多かったから、よく知らない相手と話をするときはつい身構えてしまって。でも君は違うみたいだな。おかげでゆっくり眠ることができそうだ。ああ、寝る前にうるさくしてしまってすまない。それじゃあおやすみ。なあ、なるほど。ここで寝るのは何回目かな。どうも居心地が良くてつい足が向いてしまうんだ。ここならゆっくり眠れるしな。それにしてもフルダイブのゲームはやっぱり馴染まないな。いい思い出がないせいかもしれないけど、今は AR の動きが体に染みついているからか、戦闘でもワンテンポ遅れてしまう気がするし、それにフルダイブで敵と戦っているとどうしても怖いという感覚が抜けない。おかしいよな。普通の人間ならむしろ AR のゲームで感じるんだろうけど、僕の中からこの恐怖を拭える時が来るのか。すまない、つい話しすぎだ。いつも一方的に語ってしまってるな。もしかしてうるさかったか。どうしてだろうな。人に根掘り葉掘り聞かれるとうるさく思うのに、君の前では言葉が自然と出てくるんだ。きっと僕は君といる静かな時間が好きなんだろうな。もちろん君が聞き上手だということもあるけど、よかったらまた話を聞いてくれ。いいな。今日も来てしまったよ。気がついたら自然と足がこちらに向いていて、君と話をしているとなんだかほっとするというか安心できるんだ。話といっても僕が一方的に喋っているんだけど。そう、君は相手のことを詮索しないでいつも静かに聞いてくれる。だから君のそばにいると落ち着くんだ。こんな気分になったのは随分と久しぶりだ。 SAO に閉じ込められてから随分と。あの頃から僕はずっと暗い闇の中にいる気がする。ゲームに閉じ込められ好きな人を失って彼女を取り戻すこともできなくて、目の前にはいつも暗い壁があった。でも君と話していると
なんだか目の前が明るくなるんだ。世界が広がっているのが見える。やっと VR の世界にきちんと向き合えた気がするよ。このまま君と一緒にいれば、僕も少しは前向きな人間になれるのかもしれない。あ、気がついたらまた恥ずかしい話をしてるな。ごめん。でも君はこんな話を笑いも怒りもせずに聞いてくれる。そんな人はなかなかいない。ありがとう。それじゃあそろそろ寝ようか。明日からもよろしく。